ここでちょっと彼のハーフマラソンの対応力を見たいなっていう思いは。ただ1年生やからね。どうなんですよ、どうなるんですかね。まあ、楽しみや、ハマればハマ、はいはいはい。ただ大八木さんは使いますか。どうですか。いや、大八木さんじゃないから分かんないですよ。大八木さん使いますか。使いますか、大八木さんは。どうですか。どうですか、やはり3区に使います。おー、3区か。乗り移ったな。やる気元気森脇一郎でございます。よろしくお願いします。またできなかった。だいぶ慣れてきましたね。もうおじさんたちがずっとメロメロな状態で、ずっと喋ってるの。はい、お願いします。はい、さあ今回はですね、まあ、皆さん気になってるんじゃないでしょうか。まあ、もう強すぎると言っても過言ではない、もう駒澤大学が今年三冠、まあ、今期ですかね、三冠あるのかと、いうテーマで、まあ、ズバリ西村さんは前回の予想でも駒澤優勝するんじゃないかと挙げら、します。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 いいの？怒られる。いいの？いろんな敵も俺は味方もおるんでしょう。ややこしになりません？それ。なるほど。どうなんですか、そのまあ、西村さんはそういう予想ですけど、まあ、森脇三十太君的にはどんな予想に、駒澤。まあでもね、はい、まあ、まあそれは確かにこれどうや言ったら、やっぱり出雲見て全日本見たら盤石やわね、はいはい、もう揃ってますし、うん、もう絶対的なエースいますし、うん、ただ大八木さんがいつも以上に箱根勝つのは普通じゃね、別物やっていうことやけど、でもまあ出雲も全日本も盤石でしたね、はいはい、盤石でした。もうミスなかったですもんね。さあ西村さん、はい、どうですか。どうですか、やはり優勝は駒澤と箱根は、駒澤なんじゃないですかね、うんうん、え、駒澤じゃないんですか逆に。いやいや、もう俺もそう思う、思うけど、思いますけど、うん、はい、やっぱりもう西村さん意見もやっぱ聞きたいな。まあ、僕らはほら、はい、出雲大体ここで喋りますから、はい、西村さんそんななかなか来てもらえないので、もう西村さんの駒澤、うん、まあ、ちょっと僕聞きたいんですけども、はい、まあ、後輩洛南高校陸上部の後輩の佐藤圭太君1年生で、うん、で出雲も全日本もやってましたけど、はいはいはい、その辺りちょっとあの見立てはどうですか。見立ては、うん、でも彼は私的になんか中距離がめっちゃ速いイメージがあるんですよ。はいはいはい。箱根ってハーフマラソンの距離なので、そこがどうなるかな、そうですね、そこを監督がどう考えて配置するのかなっていうのを気になっていて、確かに距離長なっての佐藤圭太くんが、だってね、都大路の時でも1区走らずに、はい、ね、うん、3区は回ったんですからね、はい、そうなんです。どっちか言ったら西村さんおっしゃるように、はい、戦後3000、5000っていうね、高校キロバンバンバンと持ってますからね、うん、でもどう20キロはどう、ハーフ、どうなんですかね。でも三浦龍司選手も3勝のイメージが強いですけれども、うん、箱根駅伝の予選会は一昨年でしたっけ。そうや、トップ通過、吉井大和 ね、そうなんです。ハーフめっちゃ速いですからね、三浦君も。吉井大和に勝ってたね、あれ。そうですよ、めっちゃ速いから。ここでちょっと彼のハーフマラソンの対応力を見たいなっていう思いは。ただ1年生やからね。そうなんですよ、どうなるんですかね。まあ、楽しみや、ハマればハマ、はいはいはい。ただ大八木さんは使いますか。どうですか。いや、大八木さんじゃないから分かんないですよ。大八木さん使いますか。使いますか、大八木さんは。大八木さん、佐藤圭太を使いますか。3区に使います。おー、3区か。乗り移ったな。田澤選手から助けを。なるほど、なるほど。もう肉田があるんで、はい、田澤君多分ね1時間僕5分出ると見てますけどね。え、そうなんですか。もう1時間5分で走ると見てますけどね。絶好調でしょ。絶好調、崩れる。やっぱりやね、世界陸上とか経験して、はい、強くなっていくんやね。また人もありも強くなって、やっぱり若手って、はい、芸能界もそうやんか、はい、若手ってなんか経験って言ったら、はい、一気に伸びていくよね。そうなんですよ。今松竹芸能で言ったら若手ちゃうけど、夏中西今もすごいわ。いっとるわ、ヒコロヒー。わーっと松竹芸能で言ったら伸びしろエゴですよね。もう若手やないけど、初期芸能で例えるともうすごい困った顔されるんで、ちょっと大舞台を経験したら伸びる、伸びるよ。だから田澤廉もすごい伸びたね。そうですね。でも個人的になんかこの出雲と全日本出てない唐澤選手と青垣選手、うんうん、あと洛南高校の赤星選手も結構今調子がいいみたいなので、うん、彼らたちが
走れてないんですけれども、全日本はどうなっていくのかな。箱根は赤星くん情報ないですか。僕はない、分からん。まあ、今日ちょっと今から祝勝会から聞いてくるよ。洛南の洛南祝勝会あるんですか。祝勝会はね、インターハイ優勝祝勝会。今年僕洛南高校陸上部だけでやってくれんねん。前回は、あの囲碁将棋部と一緒やったからちょっとごちゃっとなってんけどね。4K も新記録出しましたもんね。 4K も、ねすごいね、バトンもすごいんですよね、洛南は。僕の時京都高校記録止まりやったけど、今は日本高校記録やからね。すごいっすよね。あ、でもだから洛南魂で、まあ、駒沢でね、あの佐藤圭太だけやないんだっていうところを見てほしいよね。あと駒沢で言うと、私注目選手が一人います。はい、メモすいません。いや、どうぞ。あの山川拓馬選手ってですか。出た、1年生で走りましたね。どこの高校。上田農業です、長野県の。そや、上田や、神稲や、神稲ね、神稲です。知らんわ、ごめん。僕神稲や、わからん。佐古調整の前は東海大と神稲が強かったんよね、うんうん、そうですね。でもこう彼はやっぱり都大路はやっぱ佐久長聖が出るので、うん、全国駅であんまりいない駅伝とかしか経験したことがないんですよ。おおや、なので県内の部あるからね。そうなんですね。で、日本で全国駅伝デビューを果たして4区かな、うん、4区で区間賞なんですよ、うん、で1年生で区間賞取って、結構彼はもういい選手らしくて、大八木監督も対抗あの流れやったら青山のこの横田君が取るんちゃうかな思ったんですけど、横卓球、横卓球は行くかな思ったんですけど、山川君が押し切りましたもんね。もう彼の走りで駒澤の優勝を決定づけたんじゃないかなって思ってます。僕その山川君ちの勉強不足やったわ。高校時代もちょっと大八木さんってそういう選手引っ張ってくんねんね。ですよ、その大八木監督が、うん、あの1年生で注目してるって、あのいつもの際に1年生で調子がいい選手は佐藤圭太選手と山川選手と、あと伊藤選手、伊藤葵選手っていう1年生の方がいて、彼もきっと箱根では走ってくれるんじゃないかなということで、どんだけ1年生1年生の層も熱いね。そうなんですよ、なのでちょっと楽しみだなって思ってます。でもやあの例えば佐藤圭太選手でもね、やっぱり、ある時の噂を聞いたんですよ、はいはい、俺は噂やねんけどもはい、はい、やっぱ箱根で勝ちたけや、うん、青山に行くんじゃないかっていう噂やったけど、はいはいはい、でも駒沢に行ったということは、はい、まあ、箱根ももちろんなんだけど、うん、やはりこの5000とか1万で世界陸上、はいはい、まあ、もしくはオリンピックを狙うためには、はい、やっぱ田澤廉がいる、やっぱ田澤君の練習したいっていうのが駒沢っていう、まあまあこれ噂やねんけど流れてきたんやね。だからあくまでもその箱根にはめちゃめちゃこだわってないんじゃないかな、どっちかって言ったら個人で行く世界の方かなっていう。だからさっき西村さんおっしゃったように箱根はハーフやから未知数ですよねっていうのは結構ええとこを使わはるんやなと思って、はいはい、1年生やしまだ、ね、果たして使われんのかなどうかなっていう、あ、出ない可能性もあるというか、またあの世界陸上の、はい、あの標準記録、もうね、もう日本記録ちゃうなあれ、はい、誰が出れるんですかあれ、あれでしょ、レベル上がりすぎでしょ、100にしてもね、100にしてもね、誰が出れんねんあれちょっと上がりすぎやな、誰が出れんあれ。だからでもあのその陸間が情報やけど、はい、佐藤圭太はもうそこに向けて、はい、あの日本記録をやる取りに行くっていうようなことも変えてたけど ね、でもそうだったら練習内容変わるもんね。どうなんですかね。ただ出すと思いますけどね、大八木監督。あ、思いますか、やっぱり。え、出すんじゃないですか。でも僕、え、3区って言いました、はい、僕8区やと思ってたんですよ。だから3区と8区は多分似てるんですよ、はい、多分だから僕も使うとしたら3区か8区やと思ってるんですよ、佐藤君。あれまあまあアップダウンもあるんで、あの力強さの走りは僕いける。やっぱり田澤廉という大エースが2区にいる、そしてそこで先頭に立って、はいはい、大八木さん的にはもう3区佐藤で、はい、グッという往路勝負決めたいみたいな、ね、でそこにまだ山野くんもおるし、あ、おるしね、距離行って山野くんおるし、 あと僕鈴木芽吹くんを使うんかどうかなっていうところもね、出てないんですよね全日本。そうなんですよ、出雲はアンカーやったの、出雲アンカーで一応区間賞で走ってるんですけど、この全日本出てないのが、うん、これ西村さんなんで出なかったんですか。これなんか足が痛かったらしい。なんで知ってたどっから情報ある。ほんまに足痛いて、ほんまにすごい走走持ってるんやなっていう足が痛くて、でも大事を取ってだったんだね。なるほど、それで優勝してるっていう、
まあ、この後また、まあ、合宿まだ2週間ぐらいすると思う。そこでどうなるかですよね、うん、走り込んでね、うん、箱根前のね。でも5区前回金子インフィニティ選手が走ってて、結構彼いい順位だったと思うので、駒澤はおそらく、でも結構ツイッターとかで私陸上ファンの方のつぶやき見るんですけれども、うんうん、駒澤は5区が誰行くかわからないよねって、5区だけが不安要素かなって話の方が多かったので。なるほど。大八木さん誰かも隠し玉持ってるんじゃないかなって思うんですけどね。だって今年の箱根の5区青山学院若林君みたいな。そうですよ、若の神ですよ。若の神な。若の神どうしてんの。若の神が、若の神今もう本当に分からない。若の神の情報この後お願いします。この後まだね、若の神の楽南高校、青山学院ね、楽南高校の。でも本当にだから隠し玉を大八木さん俺持ってると思うな。そんな、ね、絶対極って、極絶対大切やんか、箱根の特殊区間絶対いるから。そうです、ね、コートループは絶対いるんですよ。ごめんね、去年の極走った子は金子伊吹くんです。が今年が去年何年生やったのなら、去年そうやろ、なまた1か2かで結構若かった。まだ若そうでしょ。だからいるでしょ。そうなんですよね。でも極言うたら花形やで。もう一番もうね、まあ、そうですね、テレビ的にはしっかり映りますし、す山の神がまた増えるかもしれないですし、でも山の神の神の大地さんと柏原さんにお話伺ったら、山の神別に増えなくていいみたいな。神々はそんな話してるか。そういうことなんですね。神々はそんな話してるか。そう簡単に神と言われちゃってねって。私がそのもうどうせだったら7人揃って山の神セブンどうですかって言ったんですよ。山の神セブンでヘビーローテーションやってくださいよって言ったんですよ。いや山の神は簡単にボンボン神増えちゃったら神じゃないからって神々がおっしゃってました。神が言ってました。神グループのライングループは何やろな。すごいな。神だけの何やろな。ライングループ何やろ。でも山の神と初代おるやんか。はいはい、今井さん。今井さん、はい、この前大阪マラソン強かった、ね、僕同世代っすよ。まだ2時間サブ10やったで、ね、すごいっすよ。サブ10やったよな。そうですよ。そうですよ大阪マラソン今井さん。そうですよ。今井正人、今井正人、キプチョゲ、ジューダタ君、はい、あと阪神の西岡も、はい、一緒。もう引退した。引退した。でも、はい、まだ強なってる、ね、まだ強いんですよね。でもそう、まあちょっと話それだけど、駒澤大学、あの西村さん的には5区かちょっと肝。そうですね、もう他の区か2区とかの選手ってもうどの大学も強い選手が揃ってるので、花の肉ですからね。強い選手の能力の差ってあんまりないので、もうあと5番目6番目の選手ぐらいがどれぐらい活躍してくれるかだと思うので、あと山の区間5区6区ですからね。花形のところに誰が持ってくるか。そうなんですよ。ここでハマればもう駒澤大学はぶっちぎりじゃないでしょうか。ただこの5区でちょっとブレーキかかると。そうなんです。そうやね、箱根はね距離長いだけにね。ほんまにアクシデントが20キロあるんで。ただそんな中でも西村さんの予想的には行くんじゃないかと、はい、駒澤は三冠今年はあるんじゃないかと思ってます。はい、駒澤言うてるけどこの箱根のペンは青山カラーですけどね。これそうなんですね、たまたま箱根駅伝のペン持ってきたんですよ。さあそんな気になる青山がこのまま沈黙するのかをちょっと次回お話を聞けたらなと思っておりますので、先生、まあ、お願いします。私先生なんですか。掘り下げたいなと思いますので、引き続き皆さんチャンネル登録してご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。